ゆうチャンネルにようこそ。今回は名古屋市鶴間公園のアジサイの散歩道を見に行きました。名鉄岐南駅から鶴間駅までだいたい1時間20分ぐらいかな。木曽川駅で10分停車がロス時間でした。今回の目的はアジサイの散歩道。散歩道どこにあるのかな。まずは名古屋市緑化センターから行ってみよう。こちらが名古屋市緑化センターですね。センターの周りにはたくさんのお花が咲いていました。こちらはアジサイですね。このお花は何だろうな。色とりどりのお花が咲いています。これは珍しいお花ですね。名前がわからないので調べたらガイラルディアみたいです。緑化センターの横に白百合が咲いていました。ここ3年ぐらい百合を見ていなかったのですごく嬉しかったです。偶然見れてラッキー。そういえば、ユリとカサブランカって似てますよね。これはユリだと思うけど。ユリとカサブランカの違い、わかる方いたら教えてくださいね。さて、緑化センターの中に来ました。アジサイの鉢物がたくさん。即売会かな。盆栽っぽくって可愛いアジサイがたくさんありましたよ。これいいね。珍しいね。紫式部。縁が紫だから紫式部かな。こちらは城ヶ崎。八重咲きの額アジサイです。東伊豆の城ヶ崎海岸で発見され、多くの品種の親でもあるそうです。
あ、ガジュマルがある。うちにもガジュマルがあるけど、こんなに大きくなるんだね。花勝負店も小さいながらやってました。勝負の季節ですね。よし、俺も勝負しよう。何を勝負するの？はい、花勝負は見に行ったことがないので、あまり詳しいことは分かりません。あやめと勝負の違いが分からないのですよ。さて、鶴間公園アジサイの散歩道に到着しましたよ。入り口付近は日が当たるためか若干枯れていました。ガクアジサイ、かわいいですね。いかがでしたか？鶴間公園前編、散歩しよう。続きは後編にて。最後までご視聴ありがとうございました。